おはようございます。2023年8月20日日曜日、名古屋テレビ塔インターネット放送局名古屋中部第68回目の放送スタートです。名古屋テレビ塔は1954年に日本で最初に完成した集約電波塔として、名古屋市中心部のシンボルとして親しまれています。この塔のイメージは情報発信です。そこで YouTube 番組として名古屋から情報発信をしてまいります。本日は中部電力未来タワー3階から生ライブ配信でお届けいたします。今日はとっても ね、お天気いいんですけども、まだまだ暑いですね。暑い。まあこんな暑い中、この中は涼しいです。ということで、本日ナビゲーターを務めさせていただきます、私は名古屋中部総合プロデューサー平松雅恵です。どうかよろしくお願いいたします。ただいまからの番組は名古屋中部魅力発掘未来座談会と題しまして、名古屋テレビ塔株式会社大沢社長が中部地区の活性化にご尽力をされて見える方々をゲストにお招きしまして、より良い中部のまちづくりを一緒に語っていただく番組です。本日のお客様は名古屋スポーツコミッション事務局平野信之さんにお越しいただいております。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。はい、平野さんのご紹介をちょっとさせていただきますと、平野さんは株式会社 JTB のご出身で、長年さまざまな分野でご活躍をされまして、昨年2022年10月からですね、名古屋スポーツコミッションの事務局長として、スポーツをより幅の広い分野に活躍させるために新しい取り組みを始められています。ということで、新しい取り組み、はい、じゃあスポーツの力で社会課題の解決を目指す取り組みを発信されている、平野さんはですね、ツーリズムの力を活用して稼ぐ地域のマネジメント、地域資源を掘り下げて磨き上げ、付加価値をつけ、地域活性化に貢献するという、まあ、むしろですね、名古屋が苦手な分野ですよね。ですよね。はい、そこを今後ですね、世界的に重要となる課題に挑戦されています。本日は現在の名古屋の実態を考えながら、スポーツを生かして名古屋の将来イメージを大沢社長と一緒にですね、お話をしていただきます。じゃあ大沢社長、よろしくお願いいたします。中部電力未来タワーの運用管理をしております名古屋テレビ塔株式会社の大沢でございます。今日も皆さんご視聴ありがとうございます。今日は今ご紹介をいただいた通り、名古屋スポーツコミッション、これは2021年にオープン、2年ですね、はい、2年にオープンですね。その名古屋スポーツコミッションの事務局長、平野事務局長においでいただいたということで、お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。もともとは平野さんは今ご紹介の通り、株式会社 JTB さんのご出身ということですけれども、こういうなんていうかツーリズムっていうのか、そういうのにお入りになった動機っていうのはどういうところからですか？はい、私が入社させていただいたのが、1989年平成元年ですね。あ、ですからまだ当時はまだ海外旅行もですね、あまりこう気軽に行ける時代ではなかったということもありましたので、それまでは海外旅行一回も行ったことございませんでしたので、もう単純なこう動機として海外旅行行きたいというところが一番 の, あの
志望動機ですね、うん、あと合わせてあのいろんなお客様と接するようなサービス業に就きたいと思ってましたので、ご一緒にですねいろんな国内外、ご一緒して、まあいろんな地域の方と、まあ、交流するような仕事に就きたいというところが、まあ、一番の、まあ、動機ですね。ああ、はい、なるほど。それはもうあの経歴を見させていただきましたけれども、まあ、あの実際の旅行業の営業現場からあるいはあの企画的な仕事からお仕事からいろんなことをご経験されて、それでまあ今回名古屋あのスポーツコミッションへ、ご出向されたということですけれども、まずはあの名古屋スポーツコミッションの目的っていいますかね、そういうものっていうからちょっとあの資料も用意していただきましたので、はい、そこから簡単にちょっとご紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。あの名古屋スポーツコミッションの方は2021年の9月に発足をしましてですね、うん、設立の目的としましては、あの2026年に愛知名古屋であのアジアパラ競技大会が、まあ、誘致されるということで、それに向けてですね、スポーツの力を使って、まあ、機運醸成をしていこうと、うん、あと合わせてアジア大会の規模がですね約、1万5000人ほどですね選手関係者が来訪されますし、アジアパラ、競技大会の方も4000人ほどですね、アジアの方々が、来訪されますので、まあ、大きなあのイベントでございます。まあ、この、 あのイベントに関してですね、やはり名古屋があのこの力を使っていかに、地域を活性化して、うん、そして都市ブランドを向上させるか、こういったところがですね、まあ、大きな目的ですね。まあ、今あの映っているような設立趣旨、ここがまあ大きなところでございます。はい。あのやはりこうスポーツそのものがかつてはなんかまあ東京オリンピックもそうですけど、オリンピックとか世界何々大会とかそういうものの一過性のイベントっていうね捉え方が非常に強かったのが、最近あのいわゆるスポーツ産業としてその町の魅力づくり、町 の、 あの集客づくり、そういう面の、まあ、持続可能な町づくりというか、そういうテーマに変わってきてますよ ね、 そ、 うですね。その辺の変化というのはどんなイメージなんでしょうか。あ、はい、あの先ほども資料投影されてましたけども、私どもとして推進していくのがですね、まずあの大規模な、大型のですね、イベントの誘致ですね、はい、あとは開催支援、はい、アジア大会もその一つなんですけども、あと二つ目がですね、あのスポーツツーリズムの推進ということで、うん、あのスポーツは三つの機能がありまして、見る、あのする、支えるという機能がありまして、これに関連するさまざまな方がですね、まあ、来訪しますので、うん、その人たちが、この例えば名古屋に宿泊してもらい、そしていろんなおいしいものを食べてもらい、そしていろんな物販を買ってもらうっていう、そういったあの経済波及効果も大きいですし、このスポーツが持つ価値って かなりこう多様なんですけども、特に、さまざまな方が、まあ、あのスポーツ、まあ、もうちょっとこう裾野を広げていくと、まあ、高齢者の方とかですね、身体障害者の方も含めてですね、さまざまな方があの参画できる、まあ、手段でありまして、そういった方が、取り組む上で、まあ、町づくりのですね、うん、一つの手法としてですね、今かなり注目されています。あ、はい、やっぱあのそのあたりが、まあ、例えば名古屋の実態から見るとですね、あのまあ、他の日本の都市あるいは世界的な、まあ、各都市に比べてどんなイメージでお感じになりますか。はい、まあ、名古屋はあの東京大阪と続いて、まあ、大きなあの都市部ではあるんですけども、うん、なおかつ、まあ、いろんな産業もですね豊かで、交通インフラもですね、うん、発達し、これからあのリニアも開業するということで、すごいあの環境的には恵まれてるんですけども、うん、いかにこう、先ほどのお話で、宿泊させ、飲食させ、物販に紐づくかってなるとですね、やはりあのことって言われる、まあ、目的をですね、まあ、作らないといけない。でですね、そういう中で、他のいろんな地域の方は、まあ、あのいろんなこう、都市のブランディングにですね力を入れてらっしゃるんですけども、うん、なかなかあの名古屋って言いますとですね私も名古屋の出身ではないんですけども、あのやはりこうイメージが、
当然今回私スポーツですから、スポーツとはなかなかこうイメージがつかないとは思うんですけども、いかにこういったあのスポーツとかこういうソフト産業と紐付けて、まあ、観光とか文化とかですね、スポーツみたいなものを軸にですね、こう名古屋をいかにこう、発信していくか、といったところが私のミッションです。やっぱそこがもう国のレベルでいくと、もう数年前ですか、あの物からことへというね、そういうもう大改革を各省庁で、あのこう日本の今後のあの世界の中で一定の水準であの維持をしていくためのテーマとしてね、取り上げていろんなプロジェクトが作られましたけれども、残念ながら名古屋にはあんまりね、まあ依然として物っていうのはずっと続いて、それがまあ非常にあの景気がいいというのか、あの名古屋には不況がないと言われるほどここは恵まれた地域なんですね。したがってまあ今インバウンドを考えても、もう東京大阪京都福岡あたりはあのオーバーツーリズムと言われるぐらいインバウンドはもうあの満杯に今なってるんですけど、もうご覧いただいたように名古屋はそういう状況には残念ながらなってないという、やはりあの物からことへの発想の転換というかね、そういうものが少しあのまあこれはある面では幸せなことなんですけど、あの恵まれているということはあるんですけど、やはり今後を考えると、やはりスポーツをまあ一つあのテーマにしてね、あの魅力づくり、特にあの名古屋で、まあ名古屋駅は非常にあの高層ビルもできて元気になって、あの経済活動の拠点にはなってますけども、あの名古屋の魅力をね、個性的な魅力を一つ作らなきゃいけない。そうなるとやはり栄という地域が今あの一番課題に、ね、なってきている、そういうところあたりはどうお考えですか？そうですね、はい、あの私 の, あのスポーツコミッションの方もですね、いろいろあの、全国にもうすでに200近く、スポーツコミッションというのが存在していますので、それぞれ の, あの地域資源を生かして、それをまあスポーツと融合させるという取り組みをしていますので、まあ、名古屋いかに名古屋ならではの、価値を作るかってなりますと、まあ、当然都市部ですので、こういう都市部のですね、地域資源を生かしたあのスポーツとして、今後、まあ、あのオアシス21みたいなところも使いながらですね、今あの流行りのですね、あのアーバンスポーツって言われる、今度パリ大会であの正式種目になってます、あの自転車競技の BMX ですとか、スケートボードとか、ああいったようなですね、種目をですね、ぜひ推進をしていきたいと思ってます。なるほどね。ああいう種目はあのもう都市部ならではで、もう平地のスペースさえあれば、あのすぐ、まあ、プレーできるようなコンテンツですし、今若いあの、Z 世代と言われる若い方に最も、まあ、響くキラーコンテンツと言われております。まあ、スポーツも随分変わって、あの本当に大競技場というかね、それがまあ各地に作られていろんなあのスポーツが進んではいるんですけど、一方でね、もう本当の街の片隅でやれるようなスポーツ、それからさらには e スポーツみたいなね、室内でもできるような、これがあのオリンピック種目なり、あるいは何々大会の種目にだんだんなってきてますよね。でそういうまあ、一つのイベントを中心にはするんですけれども、そういうこう都市部でできるようなことであれば、日常的にねそういうことがあの可能なこうゾーンを作っていく、でそれにまあいろんなあの大会的なものもやって、それが一つの地域の魅力になっていく、あるいは地域にあるもともとの魅力をそれにくっつけて、で特徴あるものにしていくっていうのがね、あのおそらくお考えになっていると思うんですが、そういう面でいくと名古屋はどういうものが可能性としてありますか？はい、あのそもそも、まあ、名古屋の強みはですね、あのドラゴンズさんとかですね、グランパスさん含めて、あのプロチームがかなり多いエリアっていうのが強みでございまして、そちらに、まあ、あの付随する大型のですね、あのスタジアムとかアリーナもですね、あの充実してますので、こういったプロチームおよび施設もですね、あの使いながら、先ほどお話ししたようなアーバンスポーツとかですね、新しいコンテンツとこう融合していくことで、名古屋の魅力はさらに活性化するんじゃないかと期待をしております。はい、そういう面でいくと、あの、まあ、ちょうど中日ビルさんが、ね、今度あの来年の春にオープンに、でそれはまさに
中日ドラゴンズの拠点なわけですよね、はい、それと同時にあのグランパさんのね、うん、あの下の羽生さんというあのスポーツバー、ね、これが、ね、あります拠点になってて、はい、やはり栄にかなりあの営業拠点をね置いてやっていただいている。ですからグランパさんが今まであのいろんなあの教員会で優勝したカップ、あれは下の店に置いてあるんです、はい、それぐらいグランパさんも栄にね軸足を置いておやりになっているということで、やはりこの名古屋にとってみると400年の歴史がある名古屋城からずっと続いているあの栄地区といいますかね、そういうところのこれまでのいろんな個性なりなんなりをやはりそういうものにどう生かしていくのかというところがね、名古屋ならではの一つのこう顔っていうのかイメージになってくる、はい、で今どうも皆さんあの海外あるいはまあ国内から他の地域から聞くと名古屋って、ね、色合いがないと言われるんですよね、はい、その辺どう思われますか。はい、当然あのいろんなアンケート調査とか調査しますと、うん、名古屋のイメージはまさにやはりあの自動車の街、やはりものづくりの街っていう印象が多くてですね、それはそれで強みではあるんですけども、うん、先ほどお話ししたようにいかにこう来訪する目的として、うん、どうかってなるとですね、うん、まあ、ビジネスマンの方はね出張の目的ありますけども、それ以外のまあ観光ですとか、特に先ほどお話しいただいたあの訪日の外国人の方の、はい、方のまあ目的として、うん、いかにこの来訪価値を高めるか、そこにまあ、あの私どもとしてはこのスポーツを軸にですね、手段として誘客をかけたいなと感じております、うん、はい、そういう面ではあの名古屋の中にはやはりあのもう日本でこういう地域はないぐらい400年前に清須から移転をして、でいろんなあの挑戦をして、まあ、大体新しいことは名古屋から出発してるわけですね。ですからいろんな魅力っていうのはね名古屋にあるんだけれども、それが潜在化してしまって、それで表に出てきていない。ですからそういう面では今のまま放っておくともう本当に潜在化どころか埋没してしまう。そういうところをやはりあのスポーツという視点で見て取り上げていただいて、うん、むしろ海外にPR していくっていうところを、例えば武将関係のね、はい、あれなんかもおそらく魅力はありますよね。そうですね。で特にまあスポーツの観点でいくと、この弓道の文化がですね、うん、名古屋にはありましてですね、特に、まあ、大須のエリアには昔三輪神殿っていう神社にはですね、昔大きな建屋があって、そこで武士が弓道の練習をしてたということがありますので、名古屋 の魅力の一つとしてその弓道で、これは私どもの分野では武道ツーリズムという概念がございまして、特にこういったコンテンツは訪日の外国人の方にはすごい人気でございまして、うん、有名なのは沖縄のですね、うん、空手ツーリズムっていう、ああそう今流行ですよね、はい、そうすごい沖縄の、ね、空手が、うん、空手がね、うん、外国人で人気になった。なんか他にも聞きましたね、なんか海外の方の方がそういうのをこう日本にやりたいと、そうですね、長期で滞在されてそれを練習して帰るっていうのをちょっと、はい、お聞きしたことがあります。そうですね、はい、だここは結構、うん、まあ、長くての棒の手じゃないけれども、うん、いろんなそういう江戸時代からね伝わってる、うん、文化お祭りっていうのはありますよね。そうですね。それがまあ今まではなんとなくお祭りだったんだけど、考えてみたらスポーツなんですよね。そうですね。まあ、すごくやりたいなと思ってますのは、うん、やぶさめっていう、うん、イベントがございましてですね、うん、馬に乗って、うん、矢を射るですね、あれがスポーツ軸で考えますとですね、うん、まあ、イベントができますので、うん、まあ、いろんな条件整備できれば名古屋城みたいなところをですね、うん、舞台に、うん、ぜひ実施したいなと、考えております。まあ、名古屋城もねちょっと天守閣が不幸にしてまだ軌道に乗っていないので、うん、まあ、むしろそういうものではなくてね、やっぱことっていうかね、そういうことからむしろ始めていった方が、おそらく
まあ、名古屋城自身は二の丸も含めてあれ立派なお城ですの で、はい、 そうですね、それがなんか天守閣問題がこうなっていることが逆にね、どうしてもネガティブな話になっていってるのが非常に残念なんで、うん、やっぱそれをもう少し掘り起こすためには、まあ、今のやぶさめのようなね、はい、あれをどっかでこう開催をしてもらうとか、うん、そういうアジア大会を睨みながら、当然アジア大会は選手だけではなくて、いろんな方がインバウンドでお見えになる、うん、東京オリンピックは残念だったんですけど、次はおそらくね、観戦にお見えになる方がご覧になって、あ、名古屋の街というのはこういう街なんだというふうになるようにですね、これからこう仕掛けていかなきゃいけませんよね。そうですね、はい、まあ、特にアジアの方が来訪しますので、うん、まあ、名古屋のいろんな課題も見えてくると思います、うん、一つは食事の問題とかですね、いろんな宗教の関係も、うん、多い方々が来られますし、うん、あとパラの競技が来られますので、当然ユニバーサルデザインされてるかとかですね、うん、そういったようなハード的なものもございますので、さまざまなこう課題がですね、顕在化してきますので、うん、それをまあこのスポーツの力で社会課題を解決する、まあ、手段にもですね活用していきたいなと考えております、はい、そういう面では名古屋というのは結構課題多いですね。そうですね、まあ、大体英語表記が少ないとかね。そうですね、うん、もう町自身がもう住むには非常に便利なんだけど、外から来る人にはあまり親切ではないというのが非常に不便な町になっている、うん、はい、東京あたりに比べるともはるかにそういう、うん、一つの誘導にもそうだし、おもてなしに対してもね、はい、そういうあれになってないっていうところをやはりこう総合的にいろんな角度から見直していく。で、食事なんかもね、名古屋飯と言われるように、はい、地元ではあまりこうクローズアップしてなかったんだけど、東京に名古屋の店が出て、うん、それで名古屋飯っていうのは東京の人が評価した名前なんですね。だから なかなかね、うん、地元だけでは評価されないっていうのかな、当たり前になっちゃってるんです。で、それが外の人の目線で見てもらうことによって価値が上がる、うん、はい、そういうところがおそらく今のスポーツというテーマを通じてもね、数多くあると思いますので、うん、やっぱこれからそういうところをちょっとこう見て、でも栄もオアシスのような空間があればね、かなりできますよね。そうですね、いろんなことがね、それからまあこの公園自身も整備が終わってますので、公園を使ってもう、うん、まさに名古屋でそういう特異的なこれを開発していただくということを期待してますので、ぜひ今後平野さん自身が、うん、どういうことをこう決意されているかというのを、はい、ちょっと結びでお話をいただきたいと思います。まあ、いろいろお話しさせていただきましたけれども、改めてスポーツ の価値をですね、いろんな多様な方にご理解いただきたいというところとですね、合わせてアジアパラ競技大会という大きなイベントがですね、26年に来ますので、うん、これを機会と捉えるか、または一過性のイベントと捉えるか、ここはすごい大きなところですし、うん、あと栄地区中心にホテルも、ね、これから新設されますし、うん、リニアも来るということで、明るい材料がたくさんありますので、ぜひこれをですね、私陰ながら、スポーツの力で皆様がを巻き込んでですね、はい、名古屋盛り上げていきたいと思っております。名古屋スポーツコミッションって、まあ、おそらく皆さん、うん、あんまりご存じない方も多いと思いますが、はい、決してこうアジア大会をだけを成功させる目的ではなくて、それを財産に、それをきっかけにですね、うんうん、この名古屋の街のイメージをむしろ作っていく、新しいイメージを作って、今後インバウンドに対してもやはりより、うん、強化を目指すというところがね、一番目的ですので、うん、ぜひこれから平野さんのご活躍、そうですね、まあ、我々と一緒に、はい、
まあ、今日1回だけと言わずにまた何回か出ていただいてですね、進行状況もね、お聞きしながら、栄こんなに変わってきたよというところもアジア大会の前に実現したいですよね、はい、そしてそういう姿でアジア大会を迎える、アジア大会のお客さんに楽しんでいただく、これが一番ね、おそらく名古屋スポーツコミッションの目的でもあるだろうと思いますので、ぜひお互いに頑張って、そうですね、本当に平野さんのような方がお見えになるというふうで今日お越しいただいて、なんか名古屋のこれからの街のちょっとあれでしょ、ちょっと、すごいなんか、はい、ちょっとワクワクして来ましたので、ね、本当に楽しみだなって気がすごく しますので、もう社長も言われたように本当にぜひぜひご活躍をしていただいてっていうことに思いますので、ね、今日は本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、まあ今日平野さんに来ていただいて、なんかこれから名古屋の明るい ねイベントがいろいろ見えてきたというところなんですけれども、名護チューブは世代を超えまして愛知名古屋の皆さんに喜んでいただけるような視聴者参加型番組を目指しております。ぜひ皆様の番組をここで作っていただくとか、こういった形で情報をいただきたいと思いますので、ぜひ、その見てるだけではなくてですねぜひ参加の方も募集しておりますので、ぜひその辺もね、ホームページ見ていただいて応募していただければいいかなと思います。